中国西南航空4146便墜落事故とは1988年1月18日に中国西南航空4146便が中国重慶付近に墜落し乗客乗員108人全員が死亡した事故である。4146便は北京、北京首都国際空港発重慶、重慶空港行き国内定期旅客便であり乗客98人、 上院10人が登場していた。当日の4146便は B-222 機で運行されていた。4146便が重慶に接近している時、4番エンジンで火災が発生した。この火災によりエンジンのマウントが焼け、エンジンが翼から落下し、操縦不能となった。4146便は電力船と2軒の農家の家屋に接触し、炎上した。 この事故で登場していた全員が死亡した。エンジン火災はオイル漏れによるものであった。エンジンは停止し、プロペラは激しい振動のためにフェザリングになった。しかし、4番エンジンに取り付けられていた右スターター、ジェネレーターはプロペラをフェザリングにするために高圧で油を供給するチューブを焼くほどに加熱した状態になっていた。パイロットがプロペラを フェザリング状態にしたところ、チューブが破裂し、漏れた油が発火した。そのため、4番エンジンはパイロンから落下したが、激しい振動のため左翼1番エンジンも、フェザリング状態になり、操縦不能になったため墜落した。4146便の墜落から間もなく、中国民用航空局は安全点検を命じ、それにより、最低17機の飛行停止につながる、 機械的問題が見つかった。4146便の墜落は整備不良によるものであるとされた。ありがとうございます。